選手に来ていただきました。お疲れ様です。はい。今日の練習どうでしたか？楽しかったです。どういうところが楽しかったですか？勝負してた子です。勝負、1対1の子かな。うまく抜けた？できました。できました。じゃあこれからも頑張ってください。はい。で、将来の大きくなったら何になりたいかを聞かせてください。早く大きくなりたいです。早く大きくなりたい。じゃあいっぱい食べていっぱい寝て、大きくなれるように頑張ってください。はい、はい。それじゃあお母さんの料理で一番好きなご飯は何ですか？ブロッコリーです。ブロッコリブロッコリー。じゃあ今日ブロッコリーが夕飯に出てくるといいね。はい、はい。じゃあ佐々木選手お疲れ様でした。はい。